いつになく落ち着かないね、ランスロット。うん、元気が抑えきれない。こんなの久しぶりだよ。ああ、もう試合、過激団対戦はまだなの？ずいぶんあの娘を気に入ったんだね。剣を交えた時、ビリッときたんだ。こいつ強いなって。あいつとは私が決着をつける。アーサーといえど邪魔は許さないから。分かったよ。その代わり敗北は許さないからな。当然だけど、その舞台が整うかは彼女次第だな。あと10分です。やっぱり来ないわね、聖十郎。これはさくらの心の問題だ。ダメな時は俺たちだけで戦う。そんなこと言ってよ、絶対来てくれるって顔に出てるぜ。うるさい。準備はできたんだろう。さくら、よく来てくれた。信じていたよ。神山さん、私やっと分かりました。新宮寺さんが間違った道に進んだとしたら、私がそれを止めないとダメなんです。それが新宮寺さんにたくさんのものをもらった私の恩返しなんです。さくら。でもまずはロンドン戦ですね。夜叉のことはその後で考えましょう。久しぶりの全員出撃だな。負ける気がしねえぜ。さくらさんと一緒にまた戦える、本当に嬉しいです。あざみも嬉しい。仲間はみんな一緒がいい。そうね、さくら、お帰りなさい。みんな、ありがとう。ついにロンドン戦が始まりますわね。今までにない強敵を。分かっています。でもさくらも帰ってきてくれました。だから負けません。さくらの決意を無駄にはしない。神山さん、いい答えですわ。雨宮さんの決意、私も認めます。今こそその決意に新たな力を与える時ですわね。新たな力？でも私の無限は。芝君、姿勢オーブを使うわよ。スミレさん、でもあの機体は。そう、神崎重工初の量子戦闘機として1台だけ作られた試作機体よ。性能が高く霊力の消費が激しすぎるために誰も乗りこなすことはできませんでしたわ。そう、あの
さくらさんでさえ。そんな期待を私に。あなただから渡すのよ。私だから。超えなさい、あなたの中の夢を。今こそ追い続けた夢に挑む時ですわ。やってみろよさくら、お前の力を見せてやれ。限界を超えなさい、今がその時よ。さくらさんなら絶対に乗り越えられます。里の掟39条、挑戦なくして勝利なし。さくら、君ならできる。オーブで一緒に戦おう。はい。確かにさくらちゃんの霊力はひときわでかい。オーブを起動させることは可能なはずだ。しかし暇を見てこっそり整備してたの、スミレさんにはお見通しだったか。電撃のトップスターに隠し事はできませんのよ。今回ばかりはレイジの趣味に感謝だな。これでランスロットさんにも対抗できる。ルールは上海戦と同様3対3での戦いとなります。神山さん、雨宮さんの出撃が決まりましたから、あと1名選出する必要がありますね。選手を決めたら私に声をかけてください。登録手続きを始めます。わかりました。なんかよ、さくらと一緒に戦いたい気分だぜ。初歩を選手にするか。やったぜさくら、一緒に戦えるな。3番選手は東雲初歩さん、それでよろしいですか。では神山隊長と雨宮さんを加え3名で選手登録をします。いよいよロンドン歌劇団との戦いよ。神山くん、出撃命令を。はっ。ここに花組のみんなが全員揃っていること、それが何よりも嬉しい。俺たちは支え合い助け合い、みんなが揃ってこそ大きな力になる。俺たちのこの力は世界のどの歌劇団よりも強い。心を一つにして勝利をつかもう。およ、帝国歌劇団の力見せてやろうぜ。私たちはいつだって一緒です。里の掟23条、心を一つにすれば怖いものなし。自信を持って挑みましょう。全員揃った花組は無敵です。よし。帝国歌劇団花組、出撃せよ。了解。Ah!
さくらの敵じゃねえ。正々堂々いざ勝負。帝国歌劇団参上。ブリドベン起動。よし行くぞ。ロンドン歌劇団参上。さあいよいよ2回戦の始まりです。登場するは優勝候補の一角ロンドン歌劇団。対するは予想外の活躍を見せて勝ち上がってきた我らが帝国歌劇団。帝都の誇りをかけて円卓の騎士たちに挑みます。行くぞ帝国歌劇団花組出撃せよ。了解。私が。さあ第一セット試合開始です。ルールは前回と同じ。相手の歌劇団より多くのポイントを獲得した方が勝利となります。さらに今回の試合では新たな標的が立体投影技術で登場します。対象の最新技術が作り出すはまさに迫力の実戦。本気の戦いが生み出す究極の娯楽を存分にお楽しみください。問題ない。アザミたちはこの辺りの敵は全部倒したようだな。よし次へ向かうぞ。了解。勝負の行方はまだまだ分かりません。さあロンドン歌劇団はどう出るのか。落ちたら戻ってくるのに時間がかかるで。気ぃつけてや。でやっ、僕たちが押されている。よしこのまま押し切るぞ。手を緩めるな。ここで一気にポイントを稼ぐぞ。今だ。ほら。ここでどうだ。よっ。今一緒に。ほら。ほら。ほら。鋭く。一つの目的のもと、皆が迷いなく突き進む。騎士の強さというものを思い知らせてあげよう。素晴らしい。この熱狂こそ私の求めていたもの。さあ競うのだ、戦うのだ。歌劇団の存続をかけて。天宮さくら、あんたそれが全力なの。私をがっかりさせないでよね。あんた、私の認めた。皆さん、頑張ってください。優勢です、神山さん。帝国歌劇団、なかなかやるな。負けませんよ、俺たちは。いい気分だ。だ、全力でお相手しよう。おっと、ここでついにキングの敵が登場。さあ、両歌劇団がどう出るか、ここは注目です。チャンスだ。金色の敵を倒しポイントを獲得する。行くぞ。了解。思っていたよ。そうだ。さあそろそろ第1セットの折り返し地点。気になるポイントの状況は、帝国歌劇団が優勢です。弱小と言われた帝国歌劇団大健闘です。行くぞ。ああもう
サクラと戦いたい。なんで戦えないのよ。これは個人戦じゃないんだ。ロンドンの勝利のために。引き分け。もしかして私と勝負しに来たの？受けて立つよ。ランスロットさん、直接対決は禁止ですよ。じゃあつまんないルールだな。みんな頑張ってちょうだい。負けたら承知しませんわよ。大丈夫ですか？なかなかいい動きだ。上海歌劇団が勝っただけのことはある。これでも食らえ。慎重に行きましょうね。よし、ロンドンを相手にまずは一勝だ。この調子で次も勝つ。様子見はここまでだ。次のセットで本気を出させてもらうよ。よ、さくらちゃん、オーブの調子はどうだい？そうですね、気難しいです。この子確かに扱いが難しい機体だ。うまく霊力を同調させないと本来の力が出せない。霊力を同調？オーブと心を合わせるってことさ。三式後部でそうしていたようにね。わかりました。できるかどうかわかりませんが、やってみます。帝国歌劇団とロンドン歌劇団の対決、その第2セットが始まります。ここで勝負が決まるのか、それとも第3セットにもつれ込むのか、注目しましょう。前期突撃、騎士の誇りを見せてやれ。敵じゃない。さすがランスロットさん、強い。これで終わりだ。これでも食らえ。これでどうだ。闇を切り裂く神速の刃、押されているか。だがこのままでは終わらない。押し切るぞ。手を緩めるな。ロンドン歌劇団の機体、敵を倒して暴れるぜ。悪い奴には死にはつけ決め。帝国歌劇団が大型の敵を撃破。そう、最後歌劇団、やっぱり私の思ってた通り、
楽しい相手だ。ここまで押されると、ちょっと気に入らないな。みんな諦めるな。ロンドン歌劇団に敗北の文字。よし、これで俺たちの。よく防いだ。だけどこれで終わりだよ。ありがとうございます、隊長。守るって約束したからな。あれ、約束？約束だよ。うん、約束する。さくらの言っていた約束って、そうか、あの時の。やるわね。それで、私は2対1でも構わない。あなたの相手は私です。あの時の決着、ここでつけましょう。そう来なくっちゃね。でも、せっかくだもの、こうさせてもらう。なんだ。橋を爆破したのか。なんてやつだ。これでもう邪魔は入らない。思いっきり戦おうよ。さあ、世界が見ている前で、あの時の決着つけようよ。待て、もう勝負はついた。戦う必要はない。戦う必要はある。私はさくらと戦うためにここに来たんだから。神山さん、油断しないでください。試合終了はまだ宣言されていません。試合がまだ続いている？くそ、どういうことなんだ。その気迫、ゾクゾクするね。それでこそさくらだ。あなたは私をライバルだと言ってくれた。その思いに私の全てで応えます。行くよ、オーブ。私に力を貸して。ついな。さくらちゃんはオーブをまだ使いこなせていない。今のままじゃランセロットちゃんには勝てないぞ。さくら！まったく、ランセロットにも困ったもんだね。雨宮さんのことしか目に入ってないんだから。だけど僕も違うよ。ロンドン歌劇団の団長として、勝利の栄光を手に入れることだけを考えた。だからここで君たちを倒す。そろそろ決着をつける時。すごい自信だな。自分が倒されるとは思わないのか。思うわけがないよ。王が敗北する運命など歴史に存在しない。ならばその歴史を俺が今
作り上げてみせる。ホテルで会った時から思ってたんだけど、ちょっと図が高いんだよ君はね。さあ我が前にひざまずけ。さあ大変なことになりました。一時は帝国歌劇団の勝利かと思われましたが、しかし試合は続行されています。1回戦同様、直接対決での決着となるのか。母さん落ち着いているな。あまりがっかりさせないでくれ。こうなることを知っていたのか。だが予想はついている。そして行こう。闇を切り裂く神速の刃。お互い譲れないものをかけて勝負だ。神山聖獣郎。神山、ロンドン歌劇団を倒す、それで本当に私たちの勝ちになるのか。わからない。戦うしかない。思っていたよりも。行くぞ。これで終わりだ。あるだ。油断も手加減もするつもりだ。貫け。行くぞ。その期待ごと貫く。そこだ。貫け。攻撃はもうおしまいだ。これでも食らえ。やられたか。見事だ神山君。王が敗北する歴史作られてしまったな。だけどなったな。あとでランスレッドになんて言おう。これで終わりだ。アーサーたちがやられた。あまり楽しんでもいられないようだね。帝国歌劇団、ロンドン歌劇団を2機撃破。残すは中央2人の戦いのみです。死力を尽くした決着、実に素晴らしい。これでこそ真の歌劇団大戦だ。この中でひときわ輝く乙女の戦い、その結末を見たいという皆の思いに私は応えたい。すなわちランスロット対天宮さくら、この一騎打ちに勝った方を勝者とする。他の選手の介入は許さない。さあ思う存分に戦いたまえ。そんなルールあるか。これじゃ G のやりたい放題じゃねえか。さくら。大丈夫です。神山さん、ランスロットさんは私が倒します。わかった、任せたぞさくら。勝ったこの試合の勝者。そんなつまんないもの抜きで戦いたかったけど、ロンドン歌劇団を失うわけにはいかないんだ。さっき楽しかったよ。あなたをうまく使えたのに、私にはダメだった。やっぱり私は神宮寺さんのようにはなれなかったよ。おいおいおい、何言ってんだよさくら。またぶっ飛ばされていいのか。あつお、お前は神宮寺さんになれるわけねえんだ。お前は天宮さくらなんだからな。
ランスロットに貸してんだろ。ライバルって認めてくれたやつによ。ライバル。だったらよ、諦めるなよ。お前の全部はまだ終わってねえんだ。私の知ってる天宮さくらは諦めの悪さじゃ世界一なんだからよ。そうだ、私がここで諦めたら私をライバルだって言ってくれた人、あの思いに失礼だよ。これで終わりなんかじゃ、ここが限界なんかじゃない。私は戦わなきゃいけないんだ。自分で限界を決めちゃいけないんだ。こんな私を認めて信じてくれる人たちがいるんだから。オーブ？オーブも同じ気持ちなんだよ。勝ちたい、そして限界を超えたいんだ。さくら、今こそオーブと心を一つにする時だ。君は君の限界を超えろ。はい。君なら必ず夢に追いつける。さくら、限界を超えろ。私は新宮寺さんじゃない。私は私として強くなるんだ。信じるんだ。一緒に行こう、オーブ。限界のその先まで。限界を超えろ！ランスロットさん、決着をつけましょう。まだ先があったとはね。嬉しいよ、本当に楽しい。私も同じ気持ちです。ランスロット、私のライバル。私たち相性抜群ですね。まだできるでしょ。とえとえキュッキュッ、もうおしまいじゃないよ。キュッと、選手がロンドンのランスロット選手を撃破しました。帝国歌劇団の大勝利です。勝った、私勝ったよ。ありがとうオーブ、ありがとうランスロット。あなたたちのおかげで私また一つ夢に近づけたよ。天宮さくらは
強いんです。強さよアナスタシアさん、その心はきっと舞台でも星のように輝く。期待しているわよ、さくら。はい。さくら、お疲れ様。神山隊長、ありがとう。君のおかげで勝てたよ。いいえ、神山隊長、ハツホ、そしてオーブン、みんなのおかげです。ここに戻ってきて本当によかった。ありがとうございます。なあ、湿っぽいのはやめやめ。隊長、いつものやつ行こうぜ。そうだな。さくら、あつこ、頼む。はい。心眼召喚、私の迷いは断ち切りました。一撃実感、涙を乗り越え未来へ進め。せーの、勝利のポーズ。ひげ、やはりそうですか。ようやく見つけましたよ。私、ようやくわかりました。わかったって何を？私は神宮寺さくらさんになりたいんじゃない。神宮寺さくらさんみたいにみんなを、帝都の人たちを守りたいんです。その夢は夜叉が誰であろうと私だけの夢、変わることのない私が決めた道だったんです。あ、もし今の神宮寺さんが道を間違えていたのなら、私がこの手で神宮寺さんを正してみせる。その覚悟こそ私に必要なものだったんですね。いい顔になったよ。とても綺麗だ。そんな綺麗だなんて恥ずかしいよ。いや、そういうことじゃなくて、道を見つけた顔をしてるってことかな。ああ、なんだ、残念。そういえばさ、俺も思い出したよ。何をです？さくらとの約束、子供の頃から言ってたんだな。俺がさくらを守るって。俺は花組の隊長になって、必ずさくらちゃんを守るよ。約束だよ。うん、約束する。約束守ってくれましたね。この約束だけは絶対に守るよ。君を守り抜いてみせる。
え、何か言ったかい？なんでもありません。これからも隊長として神山清十郎として君を守る。だからさくら、君も俺を信じてついてきてくれるかい？はい、清十郎さん。それじゃあおやすみなさい。おやすみ、さくら。今日はゆっくり休んでくれ。はい。隊長になって守ってくれるって言った後、あの後のもう一つの約束のことは、え、何かあったっけ？覚えてないんですか？信じらんない。もう一番肝心の約束なのに。さくら、ちょっと落ち着いて。落ち着けません。今すぐ思い出してください。そう言われても。うるせえな。何なんですか、こんな夜中に。子供起きて31時、夫婦喧嘩は夜するな、迷惑千万。困ったもんね。全然違います。もうバカバカバカ。そんなバカバカ言わなくてもいいだろう。どんな約束だったか教えてくれればいいじゃないか。いいから早く思い出して。このバカ清十郎。もしね、その約束を守ってくれたら、私がせいちゃんのお嫁さんになってあげるね。それは聖なる夜の物語。奇跡の起こる日に伝説の公演がよみがえる。友が、家族が、恋人が、誰もがこの素晴らしい日を祝福する。次回、新桜大戦、星と共に去りぬ大正桜にロマンの嵐。悲しいほど星が綺麗ね。